特別警備隊は2001年に相対された海上自衛隊の特殊部隊で全自衛隊初の特殊部隊として創設された部隊でもある。本部は広島県江田島市の海上自衛隊江田島地区。自衛艦隊の直轄部隊である。海上自衛隊内部では特警隊と呼ばれている。A 省のスペシャルボーディングユニットからスペと表記されることもある。 音密上陸を訓練する海上自衛隊員カリフォルニア州、能登半島沖不審船事件の教訓をもとに2001年3月にアメリカ海軍のネイビーシールズのような特殊部隊を目指して設立された部隊で海上警備校同時における不審船の武装解除及び無力化を主任務とし、対象船舶、艦,艦艇へのヘリコプターや高速ボートによる異常教習、潜水による 水中浸透の訓練、また一部隊員は空艇降下の訓練や野戦等の地上戦の訓練なども行っている。不審戦対処時には停戦後、無力化、武装解除を担当し、その後、各護衛艦ごとに編成されている立ち入り検査隊による立ち入り検査が行われる手順になっている。また、状況によっては陸上自衛隊の特殊部隊である。 特殊作戦軍とも共同で作戦を行うことも考えられる。防衛省による公式発表、資料及び各報道等によると特別警備隊は脅威度の高い船舶、艦艇の武装解除及び無力化を主任務としているとされる。状況により護衛艦搭載紹介ヘリコプターの SH-60J や SH-60K を使用する場合もある。 MCH-101 では1機あたり1個小隊が登場し、ラペリング、またはファストロープにより対象船舶に対する強襲効果が可能である。特別警備家庭年に一度、募集要項が開示前部隊に通達され、職種に関わらず応募できる。応募に際しては、原則として3等階層以上、30歳未満の隊員が対象。射撃能力。 運動能力、水泳能力に優れていること等が要件とされる。水中処分隊の爆発物処理員、陸警隊出身者が比較的多いが、刑務官から航空機搭乗員、整備員まで様々な職種から選抜されている。特別警備隊から教官を招聘し、訓練を受けた。部隊人員数は2015年の時点で約90名である。 特別警備隊員は任務の特殊性ゆえに独自の装備品が支給されている。海上自衛官服装最速第5条、第5条の4、第5条の5、第17条の6、第21条の2、別表、第2の20によれば、特別警備服装もしくは立ち入り検査帽、特別警備服、特別警備服上着、特別警備手袋、特別警備靴、特別警備,別警備気象、 略称が、その着用品とされている。立ち入り検査棒については、プレスオープンされた立ち入り検査隊の訓練で、形状や色調は明らかにされている。特別警備隊員気象特別警備隊の起床は、コウモリとサソリを配したデザインである。ありがとうございます。